いける？いける？いける？ガンダム。もう怖くて何しゃべってかわからんもん俺。皆さん、スマホゲームで一番流行ってるゲーム何かわかりますか？まあわかんないですけどね、僕聞いといてなんですけどね。まあ、大体セールスランキングの上の方に見るのは馬娘。そうなんです。今日やるゲーム、箱娘でございます。はい。箱に隠れて、まあなんか脱出するみたいな可愛い感じのゲームっていう風にこれリスナーさんから教えてもらったんだけど、全然可愛くないやないかい。なあ、画面点滅してる時にさりげなくなんか映ってんのよ。さりげなくなんかが可愛いゲームだと思ってたら全然可愛くないやないかい。騙されたか。シンプルに行くか。なんかちょいちょいこの辺に映ってんだよな、真ん中にな。え、これ大丈夫？初めてさ、だるいこのホラーゲーム、だる、箱娘どうした？箱娘どうした？本当に嘘や、なに、馬娘的なノリで始めたんだけど俺。え、いろいろあってよくわからないところに迷い込んじゃった。なんか変な気配も感じるし、早くここから脱出しないと。ちなみに私の特技は箱に入って隠れることで瞬時に気配を消せること。いざという時に役に立つかも。始まったね。え、誰？君？主人公君？うわ、なんかちょっとリアルだし。なんで主人公の頭にライト内蔵されてんのこれ。便利か。箱に入るスペース。あ、スペースを押してる間箱に入れるんだって。みんなうれ、大丈夫そう？ま、これ三人称だから前がさ急に見えなくなるのめっちゃ怖い。一人称でやりたい、一人称でやりたい。三人称マジで嫌だ。さっきさ、さっきなんかいたじゃん、さっきなんかいたじゃん。みんな、全然可愛くない、全然可愛いゲームじゃない。何、どういうゲームなの？どういうゲームか把握しないとさ。なんか上行った？走ったろ。走ってんのかお前ら。本当にスキップよりも遅いっていう。こうやってさ箱になりながらさ見るんじゃね、どこに行ったか。いないね。お、これガチのお化け屋敷行った時の俺のクリアリングね。これちゃんとこういう部屋に入るとき左壁を確認してから次のとこ行くから。ちゃんと、あ、いなくなってる。え、これさ曲がり角に急にばったり出くわしたりすんのかな。ゲロくねそれ、ゲロくねそれ。大丈夫？おーい、どこ行ったのかわかんないってこれ。扉から急に出てきたりすんじゃないのこれ。こうやったらバレないってことでしょさすがにね。なんかアイテム落ちてる、なんかアイテム落ちてるよ。みんな、なにこれ。え、マカタマ的な、なんだこれ。走ったろ。なにこれ、ただのまな板。そう、これはただのまな板。なんでやねんお前、発酵しよりやんけ。どうやって取るんだよ。なあ、とりあえず取れ。なんかもっと興味持って。主人公結構ガチで怖いからね。みんなうれ、大丈夫か、大丈夫か。やばい、過去にやってきたさこの手のゲームの中で一番怖いかもしれない今ほんと。あ、大丈夫。これなんかある、なんかある。何これ。あ、兜の紋章が刻まれた。なんか画面暗くなったよみんな。あ、近くにいたな。ちゃんとこうやってざわつくんだおそらく。あ、なんだこういう紋章あるんだったらさ全然大丈夫だわ。どういう状況、どんな状況これ。怖がらせるために一緒。わ、ジュースリー、うりり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 り
ートの鍵を取ったら発生するイベントなんだ、これは。だから多分立ってるとか違う、あ、これ絶対急に出てくるやつじゃん、こんな。絶対来るじゃん、こんな。来ないの、こんなにじらして。大丈夫、俺のこのクリアリング能力の高さ安心するでしょ。ヒヤヒヤしたんじゃないの今。そっちから来たかな。あ、なんだあいつ間抜けが。バカかよあいつよ、そっちにも弱ねんだよ俺はな。じゃあな、一生そっち行ってな。あ、蝶の絵が刻まれてる。なんだって、嘘だろ、兜の鍵。あのお化けが行った方向にあったんだ扉が。走って行っちゃおうかな、走って行っちゃおうかな。うりうりうり。まあ言うてもう慣れたわ。この手のさ、逃げるゲーム俺がどれだけやってきたと思ってんだっていう話だよね、シンプルにさ。どこだ、どこにあるんだ扉。あ、なんか来そうじゃない、来そうじゃないこの扉急に。大丈夫そう、いけるいけるいける。ガンダム、もう怖くて何しろってかわからんもん俺。こっちはそろそろやばいか。あ、ここだここだここだ。あ、ここここここ絶対ここ絶対ここ。鍵開けちゃいました、ありがとうございます。鍵入ります。
閉まってたってことはいるわけないだろ。ああ、イベント来た、イベント、やった来た、イベントやこれ。何が起きる？おー、すごいスライディングしてる。いいスライディングだったね、ちゃんと膝から。どんな状況？浮いてない主人公。ここはなんか今ので怖くなくなったわ、今ので。あ、なんか近くにいそうな気がするね。これ近くにいるんじゃない？みんな右はいないね。だったらこっちか。あ、こっちもいないね。あ、なにこう思わせぶりな。ちょっとさ、いいっすか、自分行っちゃって。なにこの信用。え、どこなの。どう、そんな近い。あ、いる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 。あー、なんかでもちょっと可愛くはないけど、さすがに可愛くない。お前絶対戻ってくんだよ、お前な。約束だぞ、俺との。本当に折り返したきゃしてくんな。そ、あの、後ろをついていくのが一番安全なんじゃないか、これ。逆に。あいつの後ろ。そんなチキンなことしないんだけどね。走れ、走れ。あそこからさ、もし左への扉が開いてるとしたら、ここで遭遇するばったり。鎧の紋章が刻まれてる。OK。あっちの部屋にいるってことは、こっちの部屋漁り放題っていうことなんだよ。つまり、天秤の絵が刻まれてる。了解？あ、もう一丁一丁一丁。もう来ないやろ、さすがにな。来ないやろ、知っとるやで、来ないの。なあ、バブ。来ないだろ、どうせ。あ、来るとしたらどっちだ。大丈夫、行ける行ける行ける。走れ、俺はいつでも走ってきた。この向こうにいそう。はぁ、嘘だろ、行き止まり。ここに来て行き止まり。そんなバカな。あー、これ急に来んの怖いな。いや待って、これどっちから行くのが怖くないんだ。こっちから行く方が怖くないな。蝶の絵が刻まれてる。やべ、覚えてねえ、ガチで覚えてねえ、本当に。あ、あ、この部屋やばそう。なんか光ってる光ってる光ってる。これなんか鍵だね、鍵ね。来たね、これね。お、鎧の紋章ゲット。鎧の場所分かってる。これは結構近そうじゃない？みんなこれ、この点滅。どう？まあ行くしょ。まあ行くしょ。まあいいしょ。これ死んだら最初からなのかな。最初からだとしたら結構だるいけど。鎧の扉の場所分かってるんだけど、こっち行ったら何があるのか知りたい。ここ鎧で開いたりする？あー、ファンタスティック。それはファンタスティックベイビーだよ。怖すぎるとさ、人間怖すぎると一瞬回って超冷静になるんだよね。人間って言ったけど、ごめんね、俺だったわ。一括りにして申し訳ない、本当に。ガチで冷静になっちゃってさ。冷静かっこいい。本当に出なくない？敵何してんのこれ。どこにいるんだ。ほら、ビビらせんだよね、すごい。はい、ここ開けます。鍵、はい、何でも分かってる。いいよ、まあいるわけないもんね、ここにね。ここにいたらさすがに怖いよ。はい、ここで蝶の鍵でしょ、ここ。はい、もう分かった。はい、蝶の鍵の場所覚えてる。もう余裕余裕余裕。さすがに来るだろ、さすがに来るだろ、そろそろ。なあ、来ない。え、怖くない？こんなにいなかったら。まあでもいいっすけどね。僕蝶の鍵使って次のところ行っちゃいますけどね、そんな悠長なことしてたら。え、あ、ここ、あ、いる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 。久しぶりに会ったね。こっち来んのかな、あいつ。どっち来んだろうね。ちゃんと見てるよ、この角待ちね。これの冷静な待ち方はマジで安心できる男。一緒にお化け屋敷入っても安心できる男の待ち方、これは。向こう行った向こう行った。冷静冷静。つまんないよね、でもね、こういうやつと お化け屋敷行ってもさ。俺本当にこの動きするかな、お化け屋敷でも。ちょっと中腰でもなんなら。え、大丈夫そう？あ！それ許されるんだ。あの、音もなくさ、走ってくの怖いな。音もなく走ってきたよ、今。はい。うれ！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 うおー！は？どっか行ったんだけど。どっか行ったんだけど、あいつ。瞬間移動すんのかよ。瞬間移動はダメだろ。瞬間移動はあかんだろ。反射神経。イエス。イエス。どうもありがとうございます。頼りになるな、これは。頼りになるな、この動きは。マジで。うん、左の部屋に入ったか。この部屋は行き止まりか。あ、2階か。2階に行ってくれるなら。突っかかってんな、ちょっとな。ちょっと突っかかってんな。これ最初の部屋だな、これ。ああ、2階に行くんだ。2か。
おやめろそこで突っかかるの、突っかかるのやめろそこで、今そこに行かないといけないんだから俺。ほんまにな、どんな状況これ。しょうがねえ、こうやって引っかかり解除してあげるのも俺の仕事だからね。来てる来てる、わかんないやろどうせ。うれ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 な、行けるのか、大丈夫か、行けるかちゃんと。あ、来た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 、お消えた。ザコメがさっきまであんなにビビってたのに、もう今楽しいもん。今来るなら来いって感じだよ、もう何人でも来い。おい、開けた先いいんじゃないの、この感じ。いないの、いない。オッケー、なんかやってるぜ。ん、なんか今いたね、会いに行くか。何してるんだろう、一回も死なないでこのゲームクリアしたいな。この先にいそうだけど、あ、いた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 、逃げよう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 、あいつ意外に足遅い。あー、そんな遅くねえな、そんな遅くねえな。うえうえうえ、じゃあな、背中合わせ。ナルトとサスケみたいなカットになってる今、鍵閉まってそうだけどね。わあ、ヘビヘビ了解です。天秤の絵、天秤さっきもあったな。うわ、また広いぜ結構。お化けもこんなに走り回られたの、いい気分じゃないだろうな、あいつも。これなんだこれ、ヘビか、ヘビか。天秤が最後にゲットする鍵か。天秤2箇所あったな。え、よよ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 よ、こっつんこ、こっつんこ。これマジさ、怖がりな人やったらさ、今のシーンとかでキーボードから手吹っ飛ばして死ぬと思うんだよ普通に。消えんのやめ、消えんのやめ、お前歩くのめんどくさくなったなじゃねえんだよお前、ほんとにそれはダメだろ、それは。さあ行くぞ、トラ。また新しい、あ、トラの中に鍵が今あったね。これ迷わないでサクサク行ってるやつは評価高いよ。安心できる安心できる、道案内任して。あれがパシリだよもう。来た、ここにトラか、トラの鍵があったな、そういえば近くに。なんか近くね、あ、うれ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 、あすごいしたくないんだけど、すごくしたくないんだけど、今の死に方して。これどっから、嘘でしょ、どっから、それだけ教えて。虎の鍵持ってる、え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 、ここどこ。待って、嘘でしょ。おいおい勘弁してくれよ、もう結構戻されたよ。道を完全に把握してるからさ、結構戻されたって言うてもなんだけど、一個も持ってないところから、だからヘビの鍵を取って、あ、だからそんなだ、あ、だから道覚えてるからね。開きな、ここに鍵があります。はい、戻った、もう戻ってきた、早い。やっぱ記憶力いいやつってのは頼りになるんだよな、こうやって。さあやっと取り戻すぜ、今までの遅れを。はい、来たー、はい、これで。さっきそこでのね、曲がり角で死んだんだよ、ちなみに。早いでしょ。はい、ここトラ、はい、開けます。はい、ここに鍵あるの見てました、天秤です。わー、天秤2箇所ある、最初のところか、ゴール地点は。どこだ、どこにいるんだこれ。お、炎じゃん、クリアか、これ。何すんだ、消す、炎を消した、これなんだ。お墓、光をもたらすものに導きを与え、ちょっとマジ何言ってるか分かんない、ほんとガチ何言ってるか分かんない。なんかさ、ここで調べんのか、あんだよめえ、そんなことあるかよなあ。最初ついてて俺入って消えたからさ、最初から消しててくれよこれじゃ。もうそんな、そんなことある。ああ、足が速くなったんだ、どこ行ったし。うん、嘘でしょ、足早すぎて飛びかかってきて、そんなんずるいわ本当に。今でもさすがに多分今のところからロード入ったから、絶対そう、そういうゲームってそういう風にできてる。ほらね、言ったでしょ。マジか、なんで閉めてんだ、閉めんなって。今のはずるいわ、相手がずるかった今のは。前見えないって、見えないってこの先だから、先見えないってな、暗くて見えないって。え、天秤どこだっけな、天秤の、あ、こっちじゃ、こっちじゃなかったな、こっちはちげんだよ、こっちは行き止まりだもんな、最初むしろ。危ねえ。
あぶねえ。ナチュラルに、ナチュラルにあいつ近くに行くんだよな。ガチで、お前、U ターンしてくんなよ、してきてんな。あ、敏感だね、すごい敏感になってるね。足音とか光に反応するようになったのかな。聴覚、シンプルに聴覚が敏感になってる。もう五感全てが敏感になってる、あいつ。なぜ最初からあれやらなかったのかと、こう1時間問いただしたい、あいつに。これ落ちたら死ぬかな、大丈夫さすがに。はい、大丈夫か、いないんか、いるんか、いないんか、いないんか、いるんか、いるんか、どっちなんだ。大丈夫か、来てないか。走んないでいこう、こっから先は。息を殺す、俺は忍者。天秤の鍵を開けに、ここに馳せ参上した。オープンザドア。ほら、ほら言った、言ったやんだから。はい、クリアだよ、こんな。これ完全にいったで。おい、ナイス、グラフィックが良くなったよ。いやー、一回も知らないでクリアしたな。事実上ノーミスクリアと言っても過言ではないでしょう。悲しそう。デッドバイデイライトで生存者が逃げた鬼みたいな切なさを感じる。24分、なかなかのいいスコアなんじゃない。あの、ふざけなかったら多分17分ぐらいでいけた気がすんな。この死亡回数1回はガチで死んだの認めろわ。1回はガチで死んだけど2回ふざけたからね。いや、マジで。箱娘というわけでね、馬娘もいいですけどね、皆さん箱娘ぜひおすすめでございます。まあ、なんやかんやプリティダービーだったわ。うん、怖かったけど慣れたらプリティダービーだったわ。すごいいいゲームだった、面白かったわ。まあ、馬があったってことかな、俺と。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。